はい、森田九郎です。 えー、今日は、えー、お待たせいたしました、えー、ふくららはぎををしたたたいいい方のためのめストレッチととうことで動画を撮らせていただきます、えー、今までもですね、えー、いろいろ、えー、特に足ですねふくらはぎだけじゃなくて前もも横ももが張ってて気になるよっていう方のためだったりだとかの動画また、えー、と今日のストレッチだけじゃなくて膝のねじれを取るためのストレッチっていうものもご紹介させていただいているのでそちらも見ていただければ い、またそうですね肩周りだったりだとか、えー、そういったところの悩み二の腕とかなんかの悩みについてなども動画どんどん上げておりますので、えー、そちらも是非見ていただければと思います。 今日はふくらはぎ、まあ、太くなる原因っていうところをまずお話しさせていただいて、まあ、いつもながら説明が非常に長くなるんですがこういった説明している動画っていうのはないですからとにかく何したらいいのっていうことであれば他の方がふくらはぎを細くするマッサージとか、えー、ストレッチとかいろいろ上げてますんで、えー、そちらの方をご覧いただければいいかなと思います。僕の方はまず、ここここんんなな単純なストレッチででもこ、こを意識するだだけで違ううよということいかっていただき たたたたいいいのと、えー、むやみややみらにやっていただきたくないんですよねで頭の中でここをこうしたいっていうことをちゃんと想像しながらやると効果が変わるんだよということをご理解いただきたいということで動画撮らせていただいておりますので、えー、まず面倒くさがらずに、えー、動画の最初の方のこの説明を聞いていただいてでえこんなんでいいんですかっていうようなストレッチをやっていただければというふうに思っております。 はいで、えー、そのふくらはぎなんですけども、えー、いろいろその太くなる原因っていうのはありますもちろん脂肪が多いっていうこともあるだろうしも,もちろんね全体の体脂肪率が下がらないと細くならないよねっていうことはもちろんありますしあとはむくみ筋肉量が少ないとかあとは体質的な問題とか食べ物とかそういったことが理由でむくんじゃってるよっていうこともあるかもしれないです。はいまあ、あくまで今日ののアプローチっていうのは、えー、と筋肉に対して のアプローチになってきます、はい、なのでこれで脂肪がどんどん落ちるっていうものではないということをまずご理解いただきたいんですがいい状態になることによってむくみづらくなって、えー、脂肪が落ちやすくなるっていうことも一つ考えられる とははは思いいいまますががみみるみる脂肪が落ちててくっていうのはそれはまたちょっとと違うよというよいいには思います、はい、ただ足の形はどんどん変わっていくと思います。っていうのは、えー、とまずこうふくらはぎ僕だとこの左足がありますけどこの左足のふくらはぎ、えー、この内側ですねここがモコっと出てるとかっていう方とかこの外側の部分がすごい張ってるとかっていう方もこの辺がボコッと出てる方とかもいらっしゃいますよね。はい、っていう方もいらっしゃるし、えー、後ろから見た時ですねこのふくらはぎのここですね。 この上の部分が子持ち死者物にポコッと膨らんでるっていう方もいらっしゃるしあとはむくみやすいむくみやすいっていうとこのふくらはぎからこのこ,この足首キュッと締まってなきゃいけないんですけどここがストーンとまっすぐになっちゃってるもうくるぶしが見えないよとかアキレス腱潰れてるよってここのね ここの溝の部分がないよっていう方とかも非常に多いんですが、まあ、筋力不足っていうことがまず第一にあることは結構多いんですけどもはいまあその骨のねじれ、うん、変なねじれが起きてるよとかっていうこととかなんかもあるのでそれを踏まえてのふくらはぎそれをただ伸ばすだけただマッサージするだけではなくてはいあの正しいポジションへ、えー、はめていくと。 いうようなことが大事なので、まず理解してストレッチをかけていくということが重要になるんですね。うん。で、まず骨が出ました。さっきのが骨になったと思ってください。左足です。はい。この左足の骨なんですけども、足ってさこういう風うにここスネの骨の横に細い骨があるんですね。はい。よく見たらそういう風うになってるんですよ。はい。で、この飛、えー、骨と頸骨というんですが、ここの部分から こっち足首があってで足っていうのがねここ26個も骨があるんですけどこういうふうにできています。はい、で、えー、っとこういうふうに足がついてるんですけどさっき横が広がりやすいよという時にこっちが外側です。すねねのの外側、ね、ここ、ね、ここががもっっと出やいいよっていう人の多くが この骨の位置がそもそも外に広がり始めてるよっていうことが結構あるんですね。ここくっついちゃってるんですけど、ここくっついちゃってるんだけども、微妙にこういうふうに外側に行きやすくなります。その理由っていうのが、 こっちの足にこうついてると思うと別の動画で股関節って内線内側回しが起きやすいよという話はさせていただいたと思うんですが、はい、そこからさらに内側回しになったまんまこう足が曲がっていくとこの状態でこういうふうに曲がっていくわけですねこういうふうに曲がっていくのでこっちが内側回しになるとこっちは自動的に外側回しになってるような感じになるわけです本来はまっすぐですよね この関節がまっすぐ動いててほしいんだけどもこれがこういうふうになってるってことは内側回しってことはこっちはこう持ってかれたらそのままですよねこう持ってかれたらいいんですけどこれもこれでダメなんですけどねこれもこれでダメなんですけど膝下はまっすぐ動こうとしてたらこういうふうなねじれが起きてきますはいこう常にねここの部分がこういうふうにね横ねじりが起きてる状態になりますはい でなってくるとこっちの足は内側に行こうとしてるこっちの足はまっすぐ行こうとしてるってことは外側ねじりプラス外側に引っ張られるという状態が起きるので内線股関節が内線してくるとこの足はこっちに引っ張られちゃうんですねこういう感じで引っ張られようとするのでまっすぐ立った時に骨がこういうふうについてるように見えちゃうわかりますこう外側にねこういうふうにこれが XO 脚とかえー あとは、王脚の人はこういう風な状態になるので、より王脚っていう風にはなってきますけど、こういうかですね。内側回しになりながら外側に行くんで、こういう感じになってきて、王脚ということが起きてくるんですね。はい。で、この骨がこっちにずれようずれようって働くんだけども、足元は足の真下に来ようとするから、うん。足がこう斜めに入ってきちゃうんですよね。はい。で、その状態で地面につこうとすると、こういう風につくことになりますから、足がね、足が、 内側こっちに潰れながらつこうとしてしまうこうなるんでねこう突こうとしていくんで、はい、内側に潰れながらついちゃうとで扁平足とか外反防止とかっていうこともできやすくなってくるので本来はある程度まっすぐつきたいんですけどもこういうふうにつこうとしてきちゃうってことですねそうすると足はこれは普通の足で見せた方がいいんですけど。 これがこういうう風につこことするからこっちにつこうとしちゃうってことですね、はい、こうい,っちゃいます。こういってこういっちゃう。こういってこういっちゃう。っていうことがいつも起きていると足首もこういう動きになっちゃうんですね。こう動きたいんですけどまっすぐ動かしたいんだけどこういう風に動かしてたらこれでこっちの筋肉すごい使っちゃう。うん、でこういう風につくからこっちがボンって広がっちゃう。っていうようなことでここがどんどん広がっていってしまいますね。で足首 じゃあ後ろの四捨も足は何ってなったら四捨も足足はね本来ねこう歩くときにこうついてかかとからつくじゃないですかみんなねかかとからついてですねがこう倒れていってポンといくわけですよねこんな倒れないですけどこうきてすねが倒れてこう地面に歩くすねが倒れてこうなんでこうついてこうやって蹴ってないんですよ こういう蹴りの動作って自分でこういうふうな蹴りの動作で歩いてないんですよ。こうすると頭が上に上がりますね。こうすると頭が上に上がります。わかります足首を動かすと背伸びしてるような動きになりますから頭が高くなりますよね。なので上下動が非常に上がっちゃうあの出てきちゃう。上下動が出ててくるってことは、 前に進んでるのに無駄に上に飛んでるっていうことなので衝撃だだっっったりだとか変な力が入ててるってことです本来はついてすねが倒れてこういうふうにいけばここの高さが本来あまり変わらないまんまに倒れていくような歩き方になっていけばふくらはぎはどちらかというともう支えてるだけはい。 自分で積極的にこの足首を動かす必要っていうのはなくてついたらそのまますねが倒れてポロンとこう足がこっから下はね転がってるだけなんですよねこロンと、うん、ここになんかこう丸い車輪がついてるとしたらこうやったら転がっていくじゃないですか、うん、こうやって転がっていくようなイメージになりたいんですけどもフットロッカーっていいますけどねここの部分がこういうふうに転がっていきたいんだけどもそれを自分でこうやって蹴っちゃうっていう動作でふくらはぎがどんどん張ってきちゃう。 っていうことが起きます。なので、えっと、この周り、外側が張るよ、外側が張るのは斜めについたからだし、えっと、そこから足をこんな風に、まっすぐじゃない動かし方をしたことで内側がつきやすくなるし、歩くときに自分で地面を押すような、 蹴るような動作が強いよってなってくると上が張ってきちゃうしでこの足首のねじれ、えー、膝のねじれっていうのが起きることによって血流は圧迫されて血管が変な風にねだってさここにさ本来こうついてなきゃいけないものがこうなってたらさ血管どうなってんねんっていう感じの状態になるじゃないですか狭くなってたりだとかっていうこともあると僕は思うんですよねうんまあ科学的根拠はないですけどね <laughs> 僕の想像でやってたら大体みんな良くなっていくからっていうような、はい、想像でお話をさせていただいてますが、はい、まあそういったズレによって血流が良くなくてむくみやすい、筋肉がうまく働いてないっていうことがあるのではないでしょうか、というふうに思っております。 じゃあ早速ストレッチをしていくんですけどもまずまあやるのは簡単なストレッチですねえそんな簡単なことなのっていうふうに思われたくないんですけどもよくアキレス腱伸ばしとか言うじゃないですかそもそもねこのアキレス腱ねこのアキレス腱ってふくらはぎの一部ですからふくらはぎの筋肉が腱になるわけですよはいふくらはぎの筋肉がかかとについていく過程で腱になるのでアキレス腱伸ばしイコールふくらはぎストレッチだと思っていただければ いいいいので、はい、あのでででははあただだそれだけですね、はい、でよくあるこういうストレッチがありますがこれをこういうふうにやるのとこういうふうにやるので全然ストレッチの効果が変わってきます何ででしょうか壁を押すというのとただこうやるっていうのとだとはい正解正解って誰も答えてないけど重力のかかり方が違います。はい こういうふうにありますがえっ、ー、とここの部分にこう倒れていったわけですよねこう倒れていったときにここが伸びるわけですけどそれに対して力の方向がこっちになった方が引き伸ばされるわけですはい。でここ蝶津貝みたいになってますねはい。ここが、えー、曲がる視点になってますねここが曲がるのに対してしっかりこうしていかなきゃいけないわけですね こうしていかなきゃいけないので、えー、ここのストレッチの伸びが変わってくるここでこっちに潰すような動きをやってもそこまで伸びないです、はい、あくまで壁を押すことによって体からこっちかかとの方にこの足首がぐーっと奥に入っていくような状態ですねここに虚骨という骨がありますがこの虚骨がしっかり奥に入っていくように入っていくようにしていかなきゃ いけないっていうことです。はい。でもう一つ今のは横からでした。はい、えー。あとは後ろからですね。この後ろから見たときにこれでもうあのそもそもみんな膝がねじれてるわけだから、はい。うまくいかないって当たり前なんですけど、こういうふうにしたときにこうなっちゃってる人が多いです。ここがまっすぐです。こうなっちゃってる。 なのでせっかく壁を押してるのにこうやってるのになんかこういうふうに体重がかかとの外側に乗っちゃってるっていう状態でこうやってもまあこの辺は伸びるだろうけど伸びてるんだけど効果的じゃないです歪みを矯正するためにはこの足首のラインアキレス腱から膝までからえこの骨盤までをまっすぐにしなきゃいけないのでここからもうこれぐらいのつもりで はい。こっちの足をね、こうしちゃダメです。こう、そうするとこうなっちゃうんで、みんな。ねじれちゃうんで、こっちの足をやや外側に置いて、で、この膝の位置を、どん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 内側に持っていって、ご自身の親指からかかとの内側にしっかり体重が乗るところで、で、壁を、押すと。こうですね。ややこっちに向いてるぐらいのつもりでやらないと、 この辺がうまく伸びないと思います。はい。で、えっ、ー、と、どうしても膝がねじれてこうなっちゃう人は、膝を軽く曲げた状態から、軽く曲げた状態でスタートして、で、しっかり壁を押して、で、膝裏をゆっくり伸ばしていきましょう。そうすると伸びるポイントがあるので、そこで膝をカコーンと伸ばしきっちゃうとこっちに逃げちゃいます。 あくまで足首のポイントを作ってから膝裏をゆっくり伸ばすで壁しっかり押すということで伸ばしてほしいですね膝を伸ばしきったところでスタートするとうまくいかないっていうところですはいでこれを左右でだいたい60秒ぐらいやっていただきたいというところなんですけども他にもパターンがありますはいよく伸ばす方法に必殺技がありますはい 必殺技って必ず殺すっていう意味ですかね <laughs> で。でじゃじゃんこいつです。えっ、ー、とちょっとこれはストレッチポールじゃないので、えー、とフォームローラーの半分のやつちょっとこれはどこのか分かんないですけどどうあのどこのでもいいです、はい。正直素材は何でもいいのでこういうかまぼこ状態のものここが丸いのがポイントです。 はい、ここが丸いのがポイントではっきり言ってこれが一番ふくらはぎ伸ばせると思っているのでもし、えー、と Amazon とか、えー、とご購入いただけるのであればどこのでもいいですはっきり言ってどこのでもいいですこの形だったら、はい、で2つ付きで大体売ってることが多いので、まあ、2つあったら2つで買っていただければいいんですけどこいつをですね、まあ、もちろん置いていただいてで必ず壁を用意していただいてで かかとをこの状態で落とすと。これだけで非常に伸びるんですけど、その時にみんなやっぱこうなっちゃう。こう逃げちゃうっていうのがあるので、これも同じですさっきと言ってたところと、足をこういうふうについたら、ちょっとギリギリの方がいいな。この辺ぐらいについてもらって、足をこの辺に置きます。反対側の足を。で、こっちに体重を軽くかけながらでいいんで、こうですね。こうすると、 こうなっちゃいますからこっちの足を外側に置いてもらってかかとの内側を突きに行くゆっくりねかかとの内側を突きに行くお尻がぺこっとならないようにはいでこうすると自分の体重がぐっと真下にかかってきますからさっきのこの状態じゃなくてこういう状態になりますから自分がこう乗せることができるんで こうですね。これでで、うままく伸びますで。これの時にこういうふうになるとダメだからまっすぐかかとの内側これ左足ね僕先右足伸ばしてたけど、はい、この左足だったらこういうふうにかかとを落としていかなきゃいけないです。こうななってはいけない。けこう。これが一番大事です。はい、でこんなもん買えないわっていう人に家に誰でもあるものを紹介します。 いやこれステップ台なんか家にないかなってこれはあくまで段差の例ですね家に段差ないですか大体あると思うんですけどね階段でもいいです階段か玄関まあ日本の家屋だったら外国人ちょっと分かんないけどはい日本の家屋だったら玄関あるはずなんで玄関に行ってください、ね、はいで玄関に行ってこう伸ばす 同じように足を外側に置いていただいて多分なんか壁とかあると思うんで壁とかこういう風にやってもらっていいですから自分の体重を真下に落とすその時にかかとの内側このかかとの内側が下りていってこの足首の内側ここの部分からかかとの内側がしっかり落ちるようにしていかなきゃいけないです。 はい、前側から見るとこういうふうに落ちていきたいわけですよねこれがこうなっちゃダメここが詰まるからって言っていくんじゃなくてここをまっすぐ下ろしてその上に膝が来る状態でストレッチかけないと効果が半減というか歪みの改善っていうことがなかなかできなくなってきてしまいます、はい、もう一つこれが一番これが一番でどれが一番なんだっていう話なんですけど効果があるとしたらこれ。 なんか、石骨院とか言ったら結構あるんですけど、ストレッチボードって言われるものです。各種メーカーから出てますが、ストレッチングボード、えー、株式会社アサヒさんが出してるやつが、僕これ元祖なんじゃないかなと思ってるんですけど、こいつがやっぱりおすすめなんですね。はい。このストレッチングボードも使い方は一緒。ただ、よく言われるんですが、 絶対両足で使うな。これ使い方で両足で書いてあるんですが、両足で使うと僕の言う歪みの強制っていうのがなかなかうまくできないです。っていうのは、両足で乗っちゃうと、なんかこう外に逃げちゃうんですよね、力が。で、両方から伸ばすから体重も分散されて、なんかあんまよく伸びないんですよ。で、やっぱり意識してもらいたいのはこの片方を乗せて、で、こっちの足をこの辺に乗せるようなイメージですね、また。 はいでかかとの内側をこっちに持っていくようなイメージでしっかりこうなっちゃだめはいで体がもうこう持ってかれやすいのをなんとかこっちにね体がはいまっすぐになるようにしなきゃいけない多くの人がなんかこんな感じになっちゃいますそれだけ引っ張られてるんではいでこうしてあげるとかかとの内側が結構ねあのー、体重かけやすいのでストレッチングボード が結構おすすすめですなので何にもなければ壁押しでやればいいし、えー、家で何にもなければ玄関でや,やるか階段でやるかの方法もあるしおすすめはストレッチングボードか、えー、ハーフボールで使っていただくといいと思いますはいじゃあねあのー、60秒間ストレッチをしていきましょうじゃあね僕はハーフボールを使っていきますんでハーフボールを使って60秒間 のストレッチっていうのをしていってみましょう。で、こういうふうにハーフボールを置いていただいて、で、まず両足で乗ります。で、両足で乗ったらえ、伸ばしたい方の足を端っこに置いていただいて、で、反対の足はちょっと端側に置きます。はい。で、この状態から、かかとの内側がしっかり落ちるようにぐーっと下ろしていって、 これで60秒。で、体が前に倒れるではなくて、はい、この状態で、かかとの上に頭が来るように、かかとの上に骨盤が来るようにしていただいて、まあ、これでバランス取りにくかったら、もうちょっとこっちに持って行ってもらってもいいです。はい。こういう感じで、えー、しっかりかかとの内側、膝の内側、股関節、ここまでが一直線の状態ができていれば OK。この状態で60秒。 はいで本当に腰痛の方とかそういう方もまずこれを伸ばしていただくぎっくり腰になりやすいよとかっていう方もまずここのストレッチをしていただくと肩こりだったりだとか腰痛だけじゃない肩こりとか頭痛とかまで良くなる方とかもいらっしゃるので足のむくみ腰痛肩こり頭痛はいもうとにかく何にもいいよというのがこのストレッチの方法です。 オッケー反対行きましょう。反対行って、はい、端について、で、反対の足も端につきますが、体重が外に逃げないように、かかとをゆっくり下ろしていきます。はいで、かかとの上に膝、膝の上に骨盤、骨盤の上に頭という風に、しっかり体重を乗せてもらって、外側に逃げないように、かかとの 内側がしっかり降りている状態、これを作ります。はい、伸びてる方はこの辺がしっかり伸びているのが理想です。外側が伸びるよという方もいらっしゃると思いますが、なるべく内側に切り替えていくためには、体を右に右に持ってってみましょう。そうすると伸びるポイント変わってくるはずなので、はい、でその状態でしっかりストレッチです。はい、呼吸止まってないかな？はい、こっからふーっと。 大きな呼吸をしてていいただいて膝裏曲がってないですかね、はい、膝裏をなるべく伸ばす方向に持っていきながらかかとの内側優先はかかとの内側を落とすことですかかとの内側が落とせる範囲で膝裏を伸ばしてくださいはい頭が真上です OK! という感じでやってもらうと歩く時ですね 歩く時にどうしてもこういう動きではなくててここうう動動いて欲しいしんですよねこう動く時にこう動いてると足首使うってこういうことですねこういうのうな動きしてるとふくらはぎが張っちゃうのでグーッとすねが倒れていったら勝手にかかとが浮いてくるこう来たらすねが倒れてくるじゃないですかすねが倒れてくるとかかとが浮いてくるっていうイメージなのでそこに上半身もついていったらこういうふうな歩き方になるはずなんですよね。はい 自分でこういう動きひっかく動作はいらないので自分で地面を押す必要っていうのはないです前に前に進んでいけば勝手に足首は動いていきますのではい、はい、というわけで長くなりましたけどもふくらはぎだけでも本当に重要なことなので、はい、伸ばすっていうことでやっぱりただ伸ばすだけじゃなくて形が大事です特にまあふくらはぎの太さを気にしている方はこの形 をちゃんと整えるためのストレッチをやってあとは歩き方ですねはい、えっ、ー、とよく多いのがすねの前側ですねここですねこの辺がすごい歩くと張ってきちゃうっていう方がいらっしゃるんですがそれはさっき言った足首使いすぎとかあと歩くときに足を振り出しすぎよくさかかとから地面ついてとかつま先上げてとかっていう人いますけどあんな意識いらないからね はい、あの外見でそういういい風に動いてますよみんなただそれをあえて意識する必要なくて足なんか歩いてたら前に振り出るんだからかかとから突くに決まってんだからそんなのを意識しちゃうと余計かかとからでブレーキをかけちゃうのでそのせいですねがどんどん張ってきちゃいますからそのやり方については僕が、はい、出している「えー、ちゃんと宣伝します痩せ、えー、ウォーク」という本がありますのでこちらの本参照いただきますと歩き方について、えー、書いてありますので、えー、歩き方についての動画を上げるかはいつ なるかわからないので、えー、ぜひ本を買っていただければと思います。はい、以上かな。はい、また、えー、ストレッチについてもいろいろ上げていきますので、よろしくバイバイ。